ギタリストの今堀義明です。かなりね久しぶりの、YouTube 収録となります。はい、8月、後半から、ライブとか、YouTube だったり SNS をね全部一旦、ストップして、アルバムの、ミックスとか制作作業にかなりね集中して、過ごしてました。はい、その合間にもレッスンがあったり。発表会もねあったりしたんで、それなりに、忙しかったんですけども、ようやくですね、アルバム、最終段階に、やってまいりました。もうミックス作業も、ほとんど、終了っていう感じで、あとは微調整程度ですね。はい、であとはねマスタリングって言って、最後の CD にするときに音の補正を、してもらう作業とか、それはちょっと、他の方に頼むんですけども、あとはジャケットのデザインとか、終わった後に、CD のプレスですね、プレス工場に入稿して、完成という感じになります。全曲、オリジナル曲で、8曲入りですね。8曲入りのフルアルバム、7年ぶりです。7年ぶりのフルアルバムになります。ようやくねここまで来ました。はい、でそのままですね、それがですね11月頭に、完成予定です。で、そのまま、なんとですねレコ発ライブに突入します。はい、これが、一応重大発表ということで、ちょっと先に言ってしまいましたけど、いろいろねいろんな地域決まってます。はい、まず11月は2つ行きます。滋賀と京都ですね。はい、11月4日滋賀コルトレーンで、20日の日曜日が京都のねエンラボ、ここねいつも僕がやらさせてもらってるとこでやります。はい、なのでね滋賀京都、これがいち早く僕のアルバム手に入る場所になります。はい、であとは、別企画でですね、これはレコ発ライブじゃないんですけど、今堀義明トリオで京都神戸とね一応、決まってます。すごいね方と共演もしますし、これもね楽しみです。はい、で12月年末ですね、年末の、27日火曜日、これは、金沢へ行きます。はい、で28日水曜日は福井でやります。はい、で年明けてですね2023年の1月にはですね、まずこれ東京行きます。はい、ようやく東京ね決まりました。東京がですね7日の土曜日に東京あります。で8日、次の日ですね、次の日浜松行きます。ここもね久しぶりですね。浜松もね僕すごいよくやらさせてもらってたんですけど、久しぶりで次名古屋が、9日に、名古屋行きます。はい、そして、ちょっと明けて、13日、1月13日と14日は福岡にもね行きます。これもねすごい楽しみです。ここに、新しい CD 持ってライブしに行くのでね、ぜひよろしくお願いします。で詳細とか、予約とかまた順次、発表していくんで、ホームページとか、チェックしてもらえればと思いますけども、今のところね決まってるのは、こんな感じで、決まってます。はい、とにかくねこのYouTube ずっと見ていただいてる、方々に、いち早くお知らせしたかったので、こういう形で、ちょっとまだ詳細決まってないところもあるんですけども、発表という、形になりました。はい、一応ね音源はですね一応今なんとか完成したんですけど、かなりね大変でした。ミックスをね、ミックス作業ちょっと自分で今回やったので相当ね時間かかりますねやっぱり。で8曲入ってるんで、8曲もねやるとですね、初め1曲目にこうどんどんやっていくんですけど、8曲の間にやっぱミックスもねうまくなってくるんで、やっぱりこれこうやったらよかったんだなっていうことで、もう一遍戻りますよね1曲目にっていう感じで8曲やっていくとうまくなってて、だんだんこうまた戻ってやって戻ってやってる繰り返しなんで。これね1ヶ月ぐらいかかったんじゃないですかね。1ヶ月ぐらい、繰り返し やりました。で1曲だけねなかなかうまくいかない曲もあったりとかして、かなり、この何週間23週間だいぶ、追い込まれて焦ってました。はい。でまあレコ発もねどんどんやっていこうということで、メンバーのね、トリオのメンバーのスケジュールも聞きながら合わせて、で、各ねライブハウス、やらさせていただく、打ち合わせですよねしたりとかしながらやっていくんですけど、このね CD できてないのに、作品まだできてないのにレコ発ライブの打ち合わせするっていうのもね、なかなかこうなんですかね、プレッシャーかかるんですよね。もしこれ今1月とか予定決めてるけどできなかったらどうしようとか、思いながらやってるじゃない。結構プレッシャーで、まあだからまあそういうね打ち合わせとか事務作業的なことと、音源 CD 作るっていうクリエイティブなものをこう両立させるっていうのは、ね、やっぱり結構大変なことだなと思いました。まあ、当然僕は別にマネージャーもいないですし、事務所とかにも、入ってないので完全に一人でやってます。自分の一人の企画で、自分の、一人での事務作業で全部やってるんで、まあそれは楽しいんですけどね。一人でやるのは楽しいんですけども、まあ、そういうクリエイティブな部分と両立は結構難しいなっていうのは今回、かなり、実感しました。はい。でね今、今プレス CD をねプレスするっていうところで、ちょっとね迷ってるんですけど、今ねすっごい、まあ知ってると思うんですけど円安ですよね。で今まで僕何枚か CD 出しますけど、全部海外の、プレス工場で頼んでるんで、以前やってた、イメージしてた値段とかとだいぶやっぱ値上がりしてまして、円安なのでその分やっぱ上がってしまってるんですよね。それでちょっとびっくりしたのと、あとですね枚数ですね。枚数がこれどうしようかなと思ってて、今までね1000枚とかそういう単位で吸ってたんですけど、これだけもう7年かな、7年、フルアルバムは7年経つんですけど、結構ねまだ残ってるんですよね。はい。その1000枚のうちのまだ残ってて、段ボールが何個かある状態なので、これってもしかして1000枚って多すぎるのかなとか思い始めて、今の時代ってやっぱり CD 買う人ってやっぱ減ってると思うんで、もしかしたら半分ぐらいでいいのかなとか、思ったりしました。まあ僕ぐらいの世代、僕以下の世代ってやっぱりね話聞いてるとやっぱ配信とかサブスクリプション系の配信で聞いてたり、してるみたいなので。どんだけのね需要があるのかっていうのはこの7年前と比べるとちょっと分かりづらいところがあって、ただまあね僕のことをこう聞いてもらってる方々じゃもうちょい上の世代なので、まあ、CD っていうのは絶対需要はあるとは思うんですけども、まあただ僕もですね CD 買って聞くかって言われるとですね、わざわざこう CD 買ってケースパカって開けてこんなディスクこんなんして持ってレコードプレイヤーじゃない CD プレイヤーに置いて聴いてるかっていうと、そんなことねもう10年ぐらいやってないと思うんで、もちろんね音源は聴きますけど、音源っていうのは聴きますけど、ディスクから直接、CD プレイヤーに載せて聴くとかってもう今っていうか僕の部屋に CD プレイヤーないですし、CD 作ってるくせにCD プレイヤー持ってないっていう、ことで、まあだからそういうのを考え出すとですね1000枚って多いのかなとか思い始めて、今ね枚数ちょっとどうしようかなっていう、感じです。で枚数もねそんなに値上がりはしたんですけど、例えば100枚、500枚にすると、どれぐらい安くなるのかっていうとそんなに変わらないんですよ実は値段的には。なので別に多めにしてもいいんですけど、部屋も限りあるんで、段ボールがドーンと5、6個来たらやっぱりですね置く場所がなくてとか考え出して、昨日1000枚で見積もりとかしてたんですけど、ちょっと枚数半分にしようかなとか、半分間取って700、800とか、にするかもしれないっていう、まあ、そこはちょっと今悩みどころで、はい、まあ、もしね、これ見ている方で CD 絶対、買いますとか、もしコメントあったら、書いてください。そのね、需要がやっぱりどれぐらいあるのかとかちょっと知りたいので、もしかしたらもういっぱいコメント来たら1000枚にするかもしれないですし、ちょっとわからないです。はい、あとはまあオンラインショップですね。オンラインショップの方は今ね、僕完全に1人で、管理して、発送作業とかも全部僕がやってるんで、ちょっと11月ぐらいから、ツアーが始まった頃、ぐらいから1回ちょっと閉鎖しようかなと思ってます。はい、発送作業とかが遅れるかもしれないので、まあ、ツアーとかの方にちょっと専念するっていう形で、したいと思ってるんで、もし、ピックとか CD、 過去の CD ですね、今の過去の CD とか、もし興味ある方は今のうちにもし注文してもらえればと思います。はい、まあそんな感じで、今、CD も最終段階で、もうレコ発ツアーも決定ということで、どんどんね、こっから SNS と、YouTube もどんどんアップしていくんで、ネタはねいっぱいあるぞ。で実は、いっぱいもうデータもYouTube ね、撮影はいっぱいしてて、データも溜まってて、ここからどんどん編集してアップもしていける状況なんですけど、まあ今まですごい音源の、ニューアルバムの制作に時間かかってたっていうことで、これからどんどん、アップしていくんでね、そちらの方もぜひよろしくお願いします。チャンネル登録も、ぜひよろしくお願いします。では今日は、最後までご視聴ありがとうございました。